闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前のスポー。はい、やってまいりました、日刊マインクラフトの時間でございます。はい、皆さんごきげんよう。ごきげんよう。やっていきましょう。私が FB37 です。そして私が異世界系ファンタジーの主人公的存在、キックマーク2。これマットです。エヨです。ナロー系ってこと？いや、違います。こいつ、あ、違うの？憧れてんだ。異世界系主人公って何系の？ナロー系だよ。ナロー系だね。まあ今は流行りのナロー系だろうけど、他にもあるんじゃないの、キックン的には。まあ、キックンがイメージしてるやつが何かってこと？そう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 。俺は、とりあえず、実行フェン？オーフェン、懐かしいね。あれ、異世界だっけ？俺らからしてみれば異世界ではある。まあ、異世界じゃん。それ何でもそうじゃねえかよ。いや、でも異世界であってんじゃないの、あれ。異世界。異世界で。さあ、やっていきましょう。今回からですね、とうとう、スカイバトルに突入したいと思います。スカイバトル？そうです。つまり、空飛ぶ乗り物でバトル。なるほど。なるほど。はい。空飛ぶ乗り物も結構たくさんありますからね。ヘリやら、戦闘機やら、あと近未来的な感じのものまで。なるほど。それらでちょっと対戦していきましょう。この場合は、正直やっぱり弾薬不足で勝負にならなかったんだよ、あの時も確か。今回は多分クリエイティブモードでやれば弾薬はほぼ無限なのかな。うん。まあ、まずは、うん。例のごとくプレーンで勝負したいんで、各自、お、死んでるね、エアリスみたいなやつだけど。各自。エアリスだって後ろからだろ。ちょっとエアリスやってみて、エアリス。あああこう、こうか。ちょっと待って、キックン上に上がった方がいい。そうだ、はい。そして、え？やれ。ああエアリスがエアリスった？ドゥ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 これすげえ、それエフェクティブだよ。これでエアリスになった、キックン。マジかよ。あー、エアリスがアロマ、ちょっと上から降りてきて。スーッ。あー、エアリスがドゥドゥドゥ。真っ二つだね、頭。それ真っ二つだね。ドゥ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 。そんな、そんな。今の感じでその音楽は流れないでしょ。なんでエアリス、このチーフになってんの？もう泣かない、笑わない、怒らない。いけるんですけど、そんなことやってんじゃねえよ。おじいちゃん。まずは乗り物の操縦の仕方覚えろ。特に、あれだろ。こんな場所で乗るの？まあ確かに。三人称視点できんのかな？この間。ああ、そっか。この間クラッシュしてたな。あれ、ああ、そうなんだろう。えい。まあ、ちょっと滑走路的なところは確かに必要だな。そんなところで。まあ、急に。飛べちゃう？あ、これ飛べんな。ダメだ。やっぱ三人称視点できないのか。なんでやろね。前できたんだっけ？前できた。前はできてたね。ってことは、またなんか、足りないんじゃないかな。パーツ不足ってこと？俺、三人称視点になるとそもそも見えねえな。バクらないけど。三人称いけんの？あ、俺クラッシュだ。クラッシュなんだけど。一応なるんだけど。ああ。お、飛ぶ？飛ぶか。あ、できた、三人称で。マジで？本当に？なんであいつだけできんの？はっ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 は、雑魚どもめ。一人称視点でやるしかないんじゃない？マジか、超テクニカルステージってこと？そうだね。まあ、慣れればいけるんちゃうの？マジかよ。オールレンジモードに切り替えられねえのかよ。さあ、三人称視点問題は、なんとかクリアできました。イエス。で、ちょっとここ、やっぱ、飛行機飛ばすには、滑走路がない関係上厳しいんで、いろいろ。もうちょっと移動しようか。平地に移動したい。空中につけりゃいいんじゃないの？まあ、確かに。ないなら作るっていう発想？お前、滑走路なんか必要ね。まあ、マインクラフターらしい発想やな。
ないなら作ればええねん。これぐらいのスペースがあれば飛び立てるぞ。まあ正直飛べるんだけどね。もうちょっと安定しないな、いろいろ。素人には無理か。無理だな、素人には。じゃあ早速一戦やってみますか。一戦やる前に壊すなや。レギュレーション違反バトルでやる？うん、いいよ。これ何？ドロップポットじゃん。こいつ使えないの？これ強そうだからこれにしよう。よし、君に決めた。あ、めっちゃ当たったんですけど。え、追尾すんのそれ。これ追尾してるよね、今のね。追尾してますね。あれしてたよね。もう僕は翼が、翼をください。なんか、板のサーカスっぽいことになってんなと思ったら、やっぱ追尾してたよね。追尾してます。あと、僕に翼をください。じゃあ、お互いちょっと離れたとこからスタートで、まあ、ちょうどアルマがビーコン立ってるから、その辺で戦うことね。準備いいか、お前ら。全然も。一応いいっすよ。ああ、ちょっと待って。だからまず、水平を保って W で上昇しろ。W、上昇は W。でもマスターした。お、素晴らしいですよ。ズバリ素晴らしいですよ、マルコさん。早くしないとスリッピーが攻めてくるぞ。スリッピー。お、誰だ誰撃ってるてめえか。はい、エオが準備できるまで、MSSP チビマルコちゃん劇場やります。じゃあ、俺。うわ、あそこで板のサーカス。俺、丸尾くん。このヘルは、G に買ってもらったのさ。ズバリ素晴らしいでしょう、このヘリは本当にかっこいいでしょう。君のヘリは、本当にしょぼいヘリだね。ズバリ素晴らしいでしょう。それしか言えない。いいぞ。はい、ほら、もう終わっちゃったじゃん。よし、じゃあいいですか。あと、キックに食らわされたから、新しいの用意しない。もう、キックやめてよ。ズバリ素晴らしいでしょう。ザコが目の前にいると、つい打ちたくなっちゃうの、サバイビー。ズバリ勇敢でしょう。ズバリしか言えねえのかよ。レパートリーねえんだよ。ズバってるね。では、行きましょう。第1回飛行機フリーバトル。よーい、スタート。チーン！いた。まずはお前からだ。底なしの悪意。もう狙うとき見えねえな。おー、すごい。なんだ、俺にぶつかってきた。悪意だ。あ、ホーミングがずるいって。何がだよ。お前勝負。ホーミングがずるいです。あー、もう、肩欲が、あー、ホーミング、人間魚雷だ、くそ、魚雷突っ込む、あ、わかった。俺の人生終了。うわー、やべえ、ホーミング。終了。やばいよ。あー、落ちた。あいつも、すげえ、全員地上から落とされた。全員死んだ。対空射撃でやられた。イエーイ、ホーミングだって。一撃食らったら死亡なんだけど。じゃあちょっと統一だけするか。あ、じゃあゼロ戦は？ゼロ戦は機銃だ。機銃とまあミサイルあるけど。ミサイル。あ、ミサイルじゃないよ。ボムか。ボム下に落とすだけだから使えない。なるほど。ゼロ戦ね。じゃあ早速いきますか。もう準備いいですか。はい、では、第1回普通にゼロ戦バトル用意スタート。まだだっつうの。まだだ、遅えんだよ。まだだった。俺今整地してたんかな、滑走路。整地？いるか。そんなの必要ねえんだよ。俺たちはさすらいの飛行機乗りだ。俺だからひよっこはよ。どこで使わないよ、お前ら。もうこっから。ひよこクラブ、卵クラブ。どこで操縦技術を学んだのですか？え、デデミユミ？どこでそういう技術を学んだのですか？せっかくここを整地したのに。ガリガリ削ってきたぞこいつ。よし、飛んだ。いや、今のは事故なんだ、許してくれ。飛んだぞ。おっしゃ、ではゼロ戦バトル、よーい、スタート。とりあえずエオエオ狙おう。あいつ整地してたし、まずは高度を確保しないと。俺をまずやっぱ上を取らなきゃな。確かに。よし、後ろついてるぞ。俺も後ろついたぞ。
やるじゃないか。当たってると思うんだけどな。坊主ども。ああ、ちくしょう。この、登場員が、ちょっと待って待って待って。えらいことになってちょっとウケる。どうなってるの？この島は、ドーナツ。ちゃんと光の柱のところにみんないんの？いない。もうだって、見つかんねえんだけど。世界が、まあまあでも大体その辺には。あ、でも一応俺ら、あ、やばい！後ろについてきやがったこいつ。見えねえ。俺のケツでも舐めてな。こいついつまで俺のケツを眺めてやがる。おい、なんだ。こいつ、速度落としやがったな。究極の旋回、ゼロ戦部隊を舐めるなよ。どうだ。よっしゃ、後ろ取ったぞ。恋はどっこい。恋はどっこい。先輩。やめてくれお前が後ろにバッチリついてるせいで俺敵攻撃できねえじゃん。あまりエンジンを切りすぎると。クルビットだ、クルビット。おい、あいつら下で何やってやがる。俺なんかガソリン漏れてる。へへへ。ジーン。体当たり。うわー、やられた。体当たり一回。なんで俺はやられた。アルマやられねえんだ。俺煙すら吹いてなかったのに。くそったれ。一回離脱だ、この戦闘位置が。クモ、これクモ。そんな逃げ切れると思っているのか？どう、今当たった？こっち地面か。知らない。お前らものすごい上空でバトルしてるぞ。見えねえ。マジ。ちょ、ほんとだ。もう白い影が見えるだけだもん。あ、痛い。手に入れてんじゃねえ。なんで聞いてに入れてんいやいやいや、多分お前らのパーツかなんか拾ったのかな。上も下も分かったもんじゃねえ、こんなの。わかんねえんだよ。とりあえず俺はもう下に戻ってきたんで一回。一気に勝負をかける。あ、危ねえ。お前らまだ近くにいんの？今一瞬降りちまった。あ、一瞬降りた。いた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 。なんかよくわかんないことになってますね。FB 地上からの攻撃を許可する。あれ見えなくなった。あいつ後ろに回り込もうと。もうどうなってんのこれ。あらわだろう。逃がさん。この祖国の怒りを受けるがいい。投げ思ったより投げ。投げ。そう体当たりができない。祖国の怒りってもうみんな同じ期待なんだけど。日本。おらいた。体当たり。どうだった？壊れた。マジで。アルマ壊れた？壊れた。よっしゃ今羽をなくなったろ一本。あ骨なんか壊れてるやばい。おお、とうとうなんか不安定になった気がする。こうなったら地上戦だ。よよ地上で勝負を決めようじゃないか。えとりあえず下まで降りてきてくれ。雲の下。わかった。よし早くしろよお前ら。どういうことなんでしょう。はい、サドンデスルールでアルマが君らを狙い始めます。今なんかキュイーンっていう音聞こえたんですけど。何これマサルさんってキュピーンってわっわっわっ。もう戦闘機の先なくなってるぞ。誰もう一台来ないぞ。俺来たはず。やべえ。あ、いた。いた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 。丈夫じゃ。うおりゃー。おーっと、ちょ、アロマにめっちゃ当てられてるだけだ。行くんじゃねえ。意外と落ちねえな、それでも。な、うわ、地上からすごい音が聞こえる。さあ、勝負だ。あ、やばい。結構落ちる、結構落ちる。おー、すごい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 、なんとか。おーっと、え、おいも肩よくしちゃった。あ、両翼。ああ、バランスいいじゃねえかよ。人間魚雷来ました。人間魚雷なぜか飛んでいる。どうやって飛んでいるんだよよ。意外とけど操縦しやすいというか。マジかよ。全然いけますね。おかしいだろ。マジで。どうやってエビフライ飛んでる。エビフライぶつけんぞ。エビフライ飛んでる。あ、いた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 。もう死を覚悟したやつ突っ込むしか。いて。いや俺突っ込みたいっすけど。いや終わんねえかな。俺だってそう思ってるわ。いいだろ、終わらせてやるよ。どこだ、よよよ。まあ、後ろだ。あ、後ろだ。後ろだ。うわぁ。ほら。おぉ、体
当たり。くっついてる、くっついてる。ほらほら、おー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 、あー、バリバリって落ちた。墜落した、二人とも。今俺の方が持ったんじゃない？持った。いはい、というわけで今のはキックンの、キックンが最後に落ちたということで、エオの勝利でございます。イエーイ、おめでとうよ。どういうこと？まあいいや。なんだと？ちょっとヘリ行こうぜ。ヘリ LGS。 ああそうだね、 LGS いいんじゃない、とりあえず LGS。 しかもこのバトルには特別ルール設けます。お、なんだなんだ。戦ってる最中は全員歌舞伎風に喋んなきゃ負けです。いえよー、あー勝負だまだ始まってないよねいいか、じゃあいいよ、各自。ではまだ始まってないオプスレーバトル用意スタート。よーいよー、おお、オスプレイなのかオプスレイなのか、どっちか分からないあいよー、おっちりでござる。ござる、それは違うでしょう。くせ者だ。いや、出会え出会え、出会え、よーい、よー、受けなければおる。待てー、うつでソーロー離れるぞー。よー、軽く当たっただけでやられるからなー。あー、落ちるでごー。あ、今、またござるという落としたものがいるでござる。なんでござるでござる。やばい、火吹いてるもう、もうこれダメですなそれ普段のお前やろん、おきさまら、ほろ、我を攻撃するのはいかなるものか。許せない、怒りが、怒りが我を支配する。5人とも歌舞伎を見たことがないぞどこに、おー、いたー、こいや、あいや、待たれよえい、悪は我が滅ぼす。あいやイエーイ見つけたでござる。あーIt's me! マリオ、上昇気流に任せる。敵を見つけたなり、おっ、キテレツー風任せ、風任せ、あーやばい、うわ、豚ゴリラ、どこ、あー俺壊れたでござる。同じく壊れた残りは我とアロマだけになり、敵が見つからないでおじゃる。やっとやめれると嬉しいわ。いたあれは、ここ飛行機の墓場敵を見つけ、いた一方的に撃つでー。あ、キックン、あっぱれなりー。バカーンどうしたどうした最後は木にぶつかって終わったっす。またしても我の勝利なり。あれ、あの、ヘリやっぱ操縦若干むずいな。ヘリはむずいな。飛行機落ちすぎなんだけど。あと歌舞伎縛りですげえ疲れた。いや、これめっちゃ疲れるわはい、どうも皆さん、動画見てくれありがとうございます。ありがとうございます。構わなかった、動画見てくれ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、気になったらチャンネル登録お願いします。お願いします。そこでエオから一言締めで、ボン、特に何もない。うんこした死体ね。